成29年14年ぶりに新調いたしました。平津屋台は龍門と青龍、白龍の路盤を中心に数百個に及ぶ鳳凰、龍、虎などの金物で装飾され、2年前の令和4年にその後新調いたしました。平津が誇る磁石7寸 1.5 トンの屋台は全長8メートルに及ぶヒノキの本棒で支えられ、牛若丸と弁慶、左右に配置された八島の合戦が書かれた鳳凰掛けは平津の練り子を彷彿とさせます。鳳凰掛けをはじめとする幕の刺繍の補修、光の陰影を駆使した電飾の製作、数百個に及ぶ金物の磨き柄、金箔張り、彩色に至る作業は当時半年かけて平成会の皆さんで取り組んだものだと聞いています。さらに磁石5寸の太鼓を打つのは中学3年生の乗り子たちです。4年前の小学6年生の時に太鼓打ちとして荒々しく演技を果たし、以降秋祭りの度に太鼓の練習を繰り返し精進を重ねてきました。威圧が誇る力強い太鼓の冬回しをぜひ近くでご覧ください。私たち中学生は若手の自然体として練り子たちを保護し、祭りを盛り上げ、さらに夏が誇る神秘の森を持ち祭りを先導しています。青年団と一緒に力強いコメンタを披露しています。今回は自分の都合で神秘の森を自分の登り歌を披露することができます。ぜひ一度聴いていただきたいと思います。イラクの祭りは動脈にある音楽、全員が主役であり、祭りを楽しもうと合言葉に、最高の仲間と共に祭りを心から楽しんでいます。少年隊、若中、青年団、平成会は世代を超えて一体になれる気圧の祭りを誇りに、これからも私たちは中心となり、気圧の祭りの伝統を受け継ぎ、次の世代へ続けていきます。以上、3年1組、本田亮でした。Yeah!
鉄なと、播州では珍しい4頭の尾流の水引き幕を新調しました。太鼓の川は石川県浅野太鼓で張り替えています。甲蘭崖は一ノ谷の熊谷、厚森、川中島の信玄、謙信、様は中山龍雲作となっています。屋台総重量 1.5 トンの柑橘村自慢の屋台です。秋祭りは柑橘町内会を筆頭に屋台青年会、踊り子会など様々な世代や組織が一丸となって協力し、柑橘の祭りを盛大に盛り上げています。今年は大宮の際、屋台の一部が損傷し応急処置をしての参加となりますが、元気よく頑張ってまいりますので皆さんご覧ください。アナウンスは3年5組町場いろはと年4組酒井愛理でした。よーやさの布団屋台を使用しています。10月に行っている柑橘八幡神社の秋祭りでは米の農作を祝うお祭りとして餅巻きを行っています。これを機にぜひ柑橘八幡神社のお祭り稲宮前屋台をぜひぜひ見に来てきてください。本日の50周年セレモニーに参加するにあたり、柑橘中学校卒業生たちが張り切って屋台練りを披露します。在校生並びに教職員の皆様、一生懸命頑張りますので5000円お願いします。柑橘中学校50周年おめでとうございます。ようやさん、Oh, yeah.
りを始めた時から代々乗り子は女子のみで叩いているのが伝統で、今日も在校生女子6人で叩きます。大国の練り子は人数は少ないですが、粘りのある練りが特徴です。それでは力強く団結力のある大国の練りをご覧ください。Thank you.
Yeah!
よっ